今月から健康のために毎日くるみを 30g 食べています美味しいし食べるだけなので割と続けていけそうですところでゆいさんは何か続けていることはありますかそしてそれを続けていける性格ですかということでありがとうございますくるみ出たこれ最近流行りのオメガ3みたいなさ何かとオメガ3みたいな最近風潮が あって、なんだっけあるなんか,なんかん、なんとかさんなんとかさんみたいなのも入ってるよね。オメガ3と、リ、リ、リネ、リネーションみたいな。なんか、そういうのも入って、最近健康志向でね、なんか、流行ってる感じですけど。偉いですね。健康のために毎日3 0ムおーん。 でも、いまいち、こう、クルミを30グラム食べることによって、どんな効果があるかとかがパッと思い浮かばないんだけど、この、朝顔さんライセバ朝顔さんは、こう、実感してるんですかねなんか、私としては、こう、食べ続けたことによって、こう、何か得られるのかとか、その結果の方が、すごい気になる感じなんで、ぜひ、このね、顔さんが食べ続けてみて、何か身体的変化とか、あったら、 いいね。なんかぜひそれを教えてほしいなって思うんですけど。私は、まあ、なんかよく皆さん知っての通り、すごい秋っぽい性格なんで、あのー、何にも続かなくて、<laughs> 続いてることといえば、このお仕事ぐらいですかね。<laughs> よく続いてるなって自分でも思います。<laughs> 本当に秋っぽくて、ねえ、なんだろうな。それこそスケジュール帳でさえ、 こう、毎日チェックしてね、日々更新していこうって思うんだけど、気がついたら、ああ、スケジュール中見てなかったってなって、またこう、一週間のスケジュールを思い出しながらこう記、記録していって、で、次のね、スケジュール確認してみたいなこともあったりとかして。